が現行のアルトでございます。ほら、かわいいじゃない、ね、まあ、なんか写真より全然違いますね。めっちゃかわいいですね。かわいいじゃん、はい。このアルトはですね、一番上級のグレードが今日は来てますけども、うん、ハイブリッドになっているので、はい、燃費が非常にいい車になります。どのぐらいですか、燃費って。ですね、カタログで、すみません、今自分の乗ってきた燃費しか覚えてなくて、自分の乗ってきた燃費は 30.9 だったんですよ、新橋からここまでで。なので本当に都内だったら 22.3多分そのぐらいは出せると思います。もう今日はほとんど高速でしたけど、でも30は超えるので、すごくいい燃費だと思います。そりゃ売れるわけですよ。結構大きいですね。大きい大きい、ね、今時の軽はみんな大きい。あとセンスポイント教えてください。そうですね、まあ、デザインがすごく可愛らしいところが、本当だよ、そばで見るとかわいい、かわいいね、なんか、いやだからもう女性受けするスタイルだな。色も可愛いし、この色は何て色ですか。ダスクブルーっていう色なんですけども、うん、ちょっと古いなんかイタリアの車みたいなのをイメージして、なるほど、デザインしたときに。ツートにすると余計そうですね。そうですね、やっぱ黒より白の方がいいですよ。白がいい、白がいい、黒白がいいです。そして中も今回デニム調のシートで、はい、普段乗っていただくのに、おしゃれ、気軽に乗っていただけるっていう、いいですね。作ってます。いいじゃん。本当だ。ね、テリーさん後ろ広い。乗り心地いい。あとメーターがかっこいいね。ありがとうございます。本当だ。結構シンプルですけど見やすく。いや本当にそう。いや昔のミニみたいですね。うん、ありがとうございます。うん、ね。いやすごい。全部あそこに集約されてるわけですね。そうですね。いやこれちょっとすごい。ちょっとカメラさん見てくれる？ほら、メーター周りが、うん、メーターすっきりしてますよ、かっこいい。ほら、メーターのところがほら、シンプル、シンプルでね、うん、見やすいですよ、本当、かっこいいし、いい感じ、いい感じ。ミニクーパーみたいだ、うん、そうなんだよ、で、ね、うん、何これ、こんな広いの。広い。あ、本当だ、広い。いや、足元ものすごく広くできます。これはいいわ。本当だ、あ、うん、本当広い。広い、ね、距離ありますね、ここ結構、うん、本当だ。全体的にやっぱこう角が取れた感じっていうのが、角が取れた感じですね、はい、そう、ぬるっとした感じですか。でドリンクホルダーいい位置にあるしね。あらね、ほら小物置きで、あ、ここ本当にかっこいいわ。そうですね、真ん中のところティッシュボックスを、あ、ティッシュを置けるっていう、あのやっぱいろんな方がティッシュがあっち行ったりこっち行ったりするので、あ、うん、やっぱなんか日本的で俺はあんまり好きじゃないけどななんかティッシュの置いてるなんてなんかね、でも機能的ですけどね、使うんですよティッシュ。本当絶対フェラーリにはなさそうじゃないですか。フェラーリにはなさそう。フェラーリないだろ。通信実際乗ってるの自分で。自分で購入して普段は、すみません、自分もうちょっとエスクードが大好きなので、エスクードを普段は乗ってるんです。アウトドアが好きなので、どこ行ってんの。それすごい個人的どんだけ鈴木さんのこと好きなんですか。めちゃめちゃ個人的なこと。静岡とか長野の山の方にちょっと行くぐらいです。かわいい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあ今回は鈴木の K を深掘りしましたが、いかがでしたか。いいですね、うん、いや本当にやっぱりなんかもう日本を代表する K のね、まあメーカーなんで、なんか可愛いって感じ。そうですね、なんか今回のアルトは女の子受けになんか行ったかなみたいなスタイルがね、うん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 、そんな感じがするんですけど、でも今もうだいぶ真ん中というか、男性も女性も買えないと、なかなか女性の方もうんと言ってくれなくなってきているので、うん、すごくデザイン難しくなってきた。なるほど。今あれですか、例えばお店に来てね、はい、ハンコ押すじゃないですか、お客さんが、はい、決定権って男性と女性どっちがいいですか。ご家庭によるかと思いますけれども奥さんの方が強い時も結構あるですか。あんたダメよとか言って部品サービスしてもらいなさいよとか、テレビの見すぎ割と奥さん強いよね。そうですね、技術的なところは旦那さんが強かったりするんですけど、はい、やっぱ色だとか、うん、実際に使うのは誰っていう話になると、うん、ものすごく強い方がいらっしゃる。女性ですと、まあ、男性と違うね、そのなんか要望みたいなのがあるんですか。結構エアコンとかは男性はもうギンギンに冷やしたいっていう感じな方が多いんですけど、女性はどちらかじゃないですか。いや、そうではない。寒いですもんね。そう、女性の方はちゃんと冷えてほしいけど、うん、風は欲しくないっていう方が。そうだよね。
ちょっとね。そうですね。そういったところがたまにあります。色がね、いろいろあるから。そうです。あのやっぱ色は全然違うかなって思いますけどね。やっぱお好みの色がちょっとやっぱあの女性の方が感覚が鋭いというか、あの同じ白でしょっていう、白っていう分類じゃなくて、これはこれ、これはこれっていうのが細かく見られるので、カラーデザインとか結構細かいところまで意識して作り込みしないと。鈴木さんはチーフエンジニアだから、はい、あんまりお客さんになるとは聞かないでしょ。あの車を作るときは必ずあのいろんなお客さんの話を聞いて、あの実際に車乗せてもらって一緒に走らせてもらうときもあります。そんなことあのやっぱあのお客さんが不満に思ってなくて、なんかまあ諦めちゃってるところとかがたまにあるので、うん、そういうのは見てて、あれなんで今こうやってこんなことしたんだろうとかいうのを見ながら車作っていかないと、なかなか新しい車作れない。なるほどね。あれですか、あの車ってじゃあ作ろうと思ってからどれぐらいでできるんですか。ね、ほら最初に、おし、新型が本当に新しい車を作ろうと思うと、結構あの実際に会社が動く前に結構やっぱ頑張って煮詰める期間が何年かはいるんじゃないかなと思いますね。で、あの普通の車だと3年とかそのぐらいでできるかもしれないんですけど、やっぱ仕込もうと思うとそれからプラス2年とか、うん、そういった長い期間かけてお客さんのことを見ないと、うん、なかなかできる先の車がそこから5年経ってそこから10年とか売り続けることを考えると、うん、そうね、先まで読まないといけない。いや目先じゃないよね、うん、考えてから4年ぐらいして生産になって、それからね時代も、うん、これ例えば音楽だったらさ、うん、今作ったものがさ例えば春になったらもうなんかね売れるわけじゃない、うん、そこじゃないですか、時代の中で、ね、今はそれこそアースカラーでさ、うん、なんか SUV が流行ってるからって言ったって、うん、じゃあ行ってやろうったってできた時はね分かんないですもんね、その時のまた流行りがあるし、ね、お客さんなんか気まぐれですからね。そうですね、その時代によって変わってしまうので、まあなんでこのあのアルトやってる時も2030年とか、まあ、そういったところまでどうなるかなとかやっぱ考えながら、考えてるの。考えてますよ。こんな考えてくださってるじゃないですか。本当失礼な男だね。2030年のことなんて考えつかないじゃないですか。いやだけど自動車メーカーってそうなんじゃない。あそう、そのスタイルが、うん、あと5年先じゃもう古いわけじゃない。10年先見越したスタイルなわけじゃない、うん、そうすると成功率なんか3割だよね。だからそんなうまい具合でさ、難しいですよ。そうですよ本当、うん、そんな難しいと思いますよ。難しいよね。ドンピシャで当てられないと思う。誰でも考えるけど、うん、じゃあ10年後にヒットするものなんか、うん、よっぽど感性がいいとか、うんね、その感性が良くていけると思ったってこと、上司がさその感性についてこなかったら反抗してくれないよね。確かに確かに。だからバカ上司と思ってるね。何の話。でもそうじゃん。で、なんか難しいのが車ってさ一番大変だと思うんですよ。俺本当かわいそうだと思うんですよ、自動車メーカーって、うん、まあ確かにそうですよ。同じようなファミリーヘースこうしてさ俺はこっちの売れるのと思ってるんだけど、こっちこっち、あ、ね、だから結果として我が社はこの顔で行くんだって言われちゃうとね、その顔で全部ジャンルも作らなきゃいけないわけじゃない。あれひどいでしょあんなの。人んちのこと言えるわけじゃないじゃないの。ちょっとね、いやでもそ、俺大体いつもそんなこと考えてるんだよ。これかわいそうだなと思って。まあそれはありますよね。あるよね。やっぱこう鈴木みたいに車によっていろんな顔を持ってる方が面白いよね、楽しいし。僕の顔側から見ればね、次はどんな車が出るんだろうと思った方が楽しいわけじゃない。まあまあそうですね。ね、例えば何百万も出すんだよ、うん、そうですよね。300万、500万も出すね。買う方はね、そうですよ。それがさ、どこが新車なのってさ、分かんない車ばっかじゃん。だからこうやって鈴木みたいにいろんな顔があった方が面白いし、面白いよね。楽しい。引き続きたくさんいろんないい顔を、はい、作っていただければと思って、はい、今日これだけでもよかったと思って。いいよ。で、 でもね、平気、俺は鈴木の車に乗ってっからね、そうですよね、大好きですもん。乗ってるから言えるの。大好きですから、テリーさんも、はい、いいクリス売ってると思わなかったんだけど、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。
チャンネル登録お願いします。